臨時参議院は、新末に、侵害革命を起こした、革命派政府の機関である。中華民国建国後に正式に成立し、国家機関となった。管轄は、立法検討である。1912年1月28日から1913年4月8日までを、存続機関とする。なお一般には、臨時参議院と称されるものの、根拠法である。 臨時政府組織大綱と中華民国臨時役法においては単に参議院と定められているに過ぎない。後年の参議院という名称の期間と区別するために本項目では臨時参議院という名称を用いる。また、1917年11月11日から1918年8月12日まで、やはり 中華民国臨時役法に基づく参議院が組織され、これも臨時参議院と呼ばれる。この臨時参議院については別項目を参照されたい。南京での臨時参議院成立時撮影の写真1911年10月10日、武将危機が勃発して侵害革命が開始される。11月8日、 霊元広氏を都督とする革命派の湖北都督府が成立した。湖北都督府の呼びかけで革命派の各省代表が観光に集結し、30日、第1回の各省代表会議が開催される。12月3日、臨時政府組織大綱が議決され、即日交付された。この組織大綱の第2章が臨時参議院について規定している。これに基づき、 各省の革命派は参議院議員をそれぞれ選出した。1912年元旦に孫文を臨時大総統とする中華民国臨時政府が南京で成立した。各省で選出された参議院議員も南京に続々と集結し、1月28日、議員数が規定の過半数に達したとして、臨時参議院の成立大会が開催された。 議長に林森、副議長に大政邸が選出されている。南北和平の機運が高まった2月13日に、臨時大総統孫文は、臨時参議院に辞表を提出し、翌日、園生外を公認に推挙する、要臨時参議院で演説した。15日、臨時参議院は縁を臨時大総統に選出した。しかし首都について、孫が、 対条件に示した南京維持説と、縁が主張する北京戦都説が対立し、臨時参議院でも両派に分かれて、議論となる。結局3月6日に臨時参議院は条件付きながらも、縁が北京で臨時大総統に就任することの許可を議決した。3月10日、園政外は北京で臨時大総統に就任し、生死を臨時参議院に松室伝した。 11日、円により、中華民国臨時役法が交付され、組織大綱は廃止された。これにより、臨時参議院の根拠法は、臨時役法となる。同日、円は、国務総理に、党将棋を任命し、30日に、党は内閣を組織した。党は、臨時参議院に、北京への遷移を促し、臨時参議院も結局これに応じることになる。 4月29日、北京で改めて会員式が催され、5月1日、議長に、後経連、副議長に床流が選出された。北京生意後の臨時参議院では、孫文派の中国同盟会と、遠征外派の共和党がそれぞれ40議席余りを維持して喫行抗していた。また、同盟会系の別動体と目された、統一共和党も25議席を要して、 第三位の勢力となっていた。同盟会と共和党の清掃、対立は激しく、それは国務院の任命や内閣組織の問題にまで及んだ。そのため、国務総理、党将棋や公認の陸印首相は、両党派の清掃に加えて、縁の横槍なども受け、短期間で辞職に追い込まれている。また8月25日には、総教陣の指導の下で、同盟会や、 統一共和党などが結集し、国民党が成立した。9月22日の陸印正辞任後、参議院は、政党内閣を組織することを条件に、超平一氏の国務総理就任に同意を与えた。長もこれに応じ、陸海軍の両総長を除く閣僚を国民党所属とした。こうして曲がりなりにも肩の上では、政党内閣が、 初めて出現したこととなる。清掃の間にも、臨時参議院は、国会組織法と参州両院議員選挙法を議決しており、8月10日に、臨時大総統、遠政外により交付された。12月28日、臨時参議院は閉会し、新たな国会の組織に向けた、衆参両院選挙が開始される。翌1913年4月8日、 国会の成立とともに臨時参議院は正式に廃止された。ありがとうございます。